ちゃんと顔洗ってんのにニキビができちゃうの。なんで？体のバイ菌よ。バイ菌？うわ、だから殺菌成分入りニキビ予防にフレッシュフェイスワッシュだ。日本で一二の肌着メーカーが特定の洗剤を勧めるなんてなぜでしょう。清潔でなければ快適な肌着とは言えないからなんですね。そのメーカーがお洗濯を研究した結果、アリエールは白く洗い上げ除菌もすることが分かったんです。清潔な白が一番の白ですよね。洗浄力に除菌力、アリエールピュアクリーン P&G です。どの洗剤も洗濯物を白くしますが、黄ばんだ洗濯物を一番白く洗い上げるのはただ一つ。どの洗剤も特殊配合ですが、黄ばみまで落とすアルカノイル入りはただ一つ、ウルトラアリエール。消費者テストでも 80% 以上の主婦が代表的な洗剤より白くなると答えました。次は一番厳しいあなたがウルトラアリエールをテストしてください。 P&G です。番組でよく食中毒について取り上げたんだけど、私手洗いについてはただ洗えばいいという意識だったのね。ところが取材してみると、小児科医の 71% が手洗いに重要なのは殺菌だって答えてるの。この子のためにミューズ。ミューズなら殺菌成分が2種類、多くのバイ菌をやっつけます。バイ菌バイバイ。バイバイ。殺菌するならミューズ P&G です。おしっこ漏れそうな格好で寝ちゃった。でも安心、漏れないパンパスだからね。秘密はワイドなギャザーと2枚の吸収層。ギャザーがおしっこをせき止めて、上の層が素早く吸収、下の層が閉じ込めてしまうから漏れないんだ。どんな格好でおしっこしてもね、漏れてない。2枚の吸収層で漏れずにニコニコパンパス。 P&G です。アイちゃんはもうパンパースの女の子よ。ケンちゃんも男の子用にしてみて。なんで？パンパースなら僕からも漏れないからさ。男の子用は前、女の子用は中央でおしっこダイレクト吸収。前、横、どこからも漏らさないから、アイヨもお腹もサラダよ。ケンちゃんも進んでる。漏れずにニコニコパンパース。P&G です。看護婦をしてって14年、お尻状態はやっぱりね、いつもサラサラしててね、すごく気を使ってね、おむつなんかも変えたりしてますけど、家ではやっぱりパンパース使ってます。パンパースはおしっこをしっかり吸収し、一度吸い込んだらほら逆戻りさせません。その上、通気性にも優れています。やっぱりサラッとしてて桃のようなお尻好き好きって言ってやってくれます。病院は健康な肌のためにサラサラのお尻が大切なことを知っています。病院が選んだ紙おむつの約 80% がパンパースなのはそのためかもしれません。こんなにサラサラ、いつも幸せ、パンパース。 P&G です。おばあちゃん、朝までぐっすり。アテントのおかげだね。はい、アテントならパッドタイプに比べて交換なしでも安心、朝まで漏れを防ぎます。一晩に一枚、お得だね。アテント、やっと見つけた、うるおいリンシー。新しいリジョイ誕生。保水成分が入ってる。手触り違うよ。新しいリジョイで髪なめらかサラサラ。スケヨシャンプー、髪パサつかない？ううん、スケヨリジョイだから。スケ防止成分とコンチョニング効果のある成分が入ってるのね。スケヨを抑えてしっとりサラサラ。スケヨリジョイ新発売。私は便秘が嫌いです。だからしっかり運動、たっぷりお野菜、自然なお通じを心がけています。でも便秘にはコーラック、朝穏やかなお通じ。便秘薬は腸で効かなきゃ意味がない。だからコーラックは丁寧な5層コート、胃で溶けず腸でしっかり効く仕組み考えてるね、コーラック。健康であるために体と同じように髪にだって大切なものを補いたい。そう、パンテーンはプロビタミン B5 配合。髪の生まれる場所、毛根から傷つきやすい毛先までしっかりと浸透します。使えば使うほど
めてた髪もほら健康の輝きよみがえってくる感じ。パンテーン毎日使ってしっかり補う P&G です。髪はいつだって大変。エアコン、塩素の入ったプール、紫外線、気をつけて。パンテーンは浸透するプロビタミン B5 の力。健康な髪は輝きだって。ほらパンテーン、ダメージなんかに負けたくない。 P&G です。年齢を言い訳にしたくないでしょ。だから始めたの。髪の毛のね、ハリやツヤって若い時だけのものかなと思ってた。でも違うの。新しいシャンプーインナーサイエンスはビタミン E 配合、年齢とともに弱った髪に浸透し、ハリとツヤを与えます。元気になるよ。年齢に負けない元気な髪、インナーサイエンス。まだまだこれからだよね。 P&G です。